おはようございます。ひまわりまさでございます。さあ今日も楽しくカメラのお話をしていきたいと思います。はい、最近のですね、僕のですね、もうカメラ状況をねざっとお話ししていきましょう。いやーもうね、最近ね、撮影と編集するのが楽しくてしゃーないんですよね。はい、これね、何が言いたいのかって言いますと、もうね、楽しまなきゃ損だよねっていうねとこなんですよね。はい、僕のようなですね、まあ趣味でアマチュアでやってる方すごく多いと思うんですけども、どうしてもね、なんかこうね、やっぱり今ネット上にいろんなね、クオリティの高いおしゃれなね、動画とか写真とかいっぱいアップされてて、一体僕は何を撮りたいんだろうとかって思ってる方ね、いるかもしれませんけども、まあね、一番大事なのはやっぱりね、撮ってる人が楽しくカメラライフを過ごせているかどうかでございますよね。最近の僕のインスタ、ツイッター、ご覧になった方はまあ少ないとは思うんですけども、もうね、最近すごくいい感じでこうなんかね、こうまあちょっとした日常をちょっとした作品風に作ってるんですよね。でこのやり方っていうのが、僕の要は日常の生活の中にカメラが入って、それで撮影して編集してるっていうだけでございまして、まあ僕普段は整骨院で院長やっておりまして、なかなかね、こう時間も取りづらい中でいろいろカメラのね、カメラライフを送っているんですけども、一時期はやっぱりこう自分の中で凝ったものを撮ろうとか、撮影方法しようとか、編集しようとか、グレーディングしようとか、いろんなことを考えていたんですけども、そうなってくるとですね、なんかね、趣味で楽しくやってるのにね、なんか行き詰まっちゃうんですよね。要は技術をアップしようと思って壁にぶつかるのはいいんですけども、なんかそれ自体がなんかこうちょっと義務的になってしまったりとかしてしまうかもしれないと思ってて、それがね、なんか自分の中でうわつまんねえなと思ってたんですけども、やっぱりいろいろ試行錯誤していきますと、やっぱり僕に合った、その人に合ったね、いろいろ状況とかってあると思うんですよ。もちろんこれがね、お仕事で、ね、やっていく人っていうのはクライアントさんに合わせてやっていくんですけども、でもまあ僕なんか趣味でやってるのでね、自分の好きなような感じでやっていまして、その好きなようながどんな感じかっていうのを見つけるのが大変だと思うんですよね。で僕はそれをやっと最近ね、そこにこうたどり着いたかなーっていう感じなんですよね。まあそれをね、今日ねお話ししていこうと思うんですよね。でまずね、やっぱり一つはですね、すべてカメラにお任せしちゃうっていうねところが大事。カメラと道具にお任せして、いかにコンパクトに抑えて手を加えないかなんですよね。これですよね。いやーで今なんかはですね、僕最近ごめんなさい、僕カメラがですね、ソニーの FX3 というですね、シネマラインのミラーレスカメラを使ってるんですよ。まあこれまあすごくいいカメラですよね、高いカメラなんですけども、でレンズの方が基本今もうタムロンの 17mm から 28mm の F2.8 だし、もうこれ一本でいいんじゃねえかっていうね。でマイクの方が今使ってるのがウランジさんのサイレンっていう2900円ぐらいのねマイクですね。はい、であと僕が普段持ち歩いてるのは、はい、こちらね AK2000C っていうね、はい、めっちゃコンパクトなジンパルです。これね、ペイロードが確か 2.7kg ぐらい乗るので、もうわりかしもう普通のミラーレスカメラはほとんど乗ってしまいますよっていうね。でこれのいいところがね、はい、ここがね、要は、乗せるところがね、アルカセイズ互換なんで、今僕ピークデザイン使ってるんですけども、それの、クイックリリースをつけながらそのまま移動ができるっていうね。でこうやって三脚もここにウランジさんの、はい、なんだっけ、なんだこれ、はい、こういうクイックリリースをつけてますので、もうこうやってね、バチッとワンタッチでつけて使用ができる。でしまうときは外す、持ち歩くときは外すみたいな、こういう感じで持っておくと持ち歩きがすごく便利ですね。はい、であとフィルター類、フィルターが今つけてないですけども、こうやった可変の ND と
あとまあ普通の保護フィルターと、はい、ブラックディフュージョンフィルター、要はブラックミストフィルターね。夜撮るときなんかほとんどこれで撮ってますね。はい、そうすると光がまろやかになるんですよね。はい、大体このね3枚のフィルターを、持ち歩いてます。はい、で、あとは以上、これね、ピークデザインのキャプチャー。はい、これ2代目か、もう何年、6年ぐらい使ってんのかな。見てよ、このボロボロ加減、使い込んでるでしょ。にプロパッドって言って、ここにベルトね通すやつね。これもこうやってねあのビニールテープで補修しながら使ってます。で、あとカバンの方に、こっちにもピークデザインのキャプチャーね、2代目これ使ってます。はい、こんだけですね。はい、こんだけ普段いつも持ち歩いてて、自分の撮りたい時に撮るとかね。で、このサイズ、このジンバルのいいところは余計なギミックが何もないんですよね。ただのジンバルって感じね。あ、で、これがそのままね、僕なんかはこう、カバンの中に、よいしょ、ポーンと入れていくんですよ。で、こうやって普通のね、ビジネスバッグなんですけども、ポンと入るので、使いたい時に出すっていう。うん。だけね。でも、こういう場所なんかも、僕なんかはもう基本レンズ交換、レンズをジンバル使うときはこの17-28mm なので、もうそれに合わせておけば、ね、全部設定合わせておけば、使うときに、よいしょ。ね、ここだけ。ね、こうやって、よくジンバルの、ところでこういうメモリがあると思うんですよね。見えるかな。はい、メモリあるんじゃないですか。ここをね、自分の使ってるカメラのところで、ね、印をつけておくと、赤の油性マーカーとかで印つけておくと、もうそこに撮影するとき合わせるだけなんで、こう瞬時にね、こう変えられるっていうね。はい、基本これだけのもので普段僕は生活というかカメラライフを送っていまして、ほとんど撮りたいものが今撮れちゃうんですよ。で、最近、カラー、なんだろうな、カメラの設定の方も、クリエイティブルックって言いまして、一応、写真用のね、カラーというか、なんつうかね、設定なんですけども、それの FL って言って、フィルムルックって言うのかな、にしています。僕のすごく好みな色合いね、この感じもそうなんですけども、最近撮ってるのはほとんどこれですね。はい。これで、たまにですね、逆光とかの時なんかは、D レンジオプチマイザーを有効にしてあげると、逆光下でも顔の表情とか出ますので、子供と出かける時なんかはそれ設定してあげたりとか、あと、ちゃんと影出したい時なんかは、それ切ってあげると、ちゃんとシルエットがポンと出るので、いいかなっていう。まあ、そんなとこですよね。で、編集の方は、パソコンで編集するときもありますけども、最近の動画は、まあ、こういった喋りのちょっと超直なものは、パソコンの方で、で、編集しないんですけどね。パソコンの方でやるんですけども、ちょっとした子供とかと出かけたときなんかは、iPhone の方に、無線で僕送っちゃってます。はい。純正のアプリの、ソニーのね、純正のアプリのイメージングエッジ、これ使って、で、僕は XAVC-HS の一番画像サイズが小さいサイズを使いますと、無線で Wi-Fi で、動画飛ばせるんですよ。長い動画であってもファイルサイズを小さくしておけば飛ばせるんですよ。はい。なので、まあ僕はもうクリエイティブルックで色味 ほとんど編集しないので、カット&ペーストとあとシネスコープをつけるだけでいけるので、こっちでルマフュージョンで編集しちゃうんですよ。そうするともう撮ったその場から帰り道とかにこっちに転送させながら帰って、家でちょっと時間空いた時に編集するっていう。めっちゃ楽でしょ。で、もう
もうすべてオートフォーカスとか、まあちょっとピント合いづらい時なんかはね、マニュアルに変えたりとかするんですけども、基本はオートフォーカスね。で、マニュアルに変えるのも、カスタムボタンに MF とオートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替えるのに設定しておけば、ボタン1個でできますので、それだけで自分の日常の中で、まあ Vlog チックじゃないですけども、その中でちょっと凝った映像とか撮りたい時なんかも、ジンバル使ってちょっと移動的な感じで手ブレを抑えてあげたりとか、いろんなことをして、コンパクトにまとめて、簡単に編集していくっていう風にしてあげると、やっぱ撮影するのが楽しくなるんですよね。僕はそれがすごく趣味でアマチュアでやってる人って大事だと思うんですよ。やっぱり楽しくないと続けられないですし、で、楽しみも、まあ、いろいろ試行錯誤をしていくのはもちろん大事ですけども、ただ僕は行き着いた先は、やっぱ楽しくね、できるっていうのが一番かなと思いまして。で、やっぱりいろいろ今、いろんな機材が進化して便利でコンパクトで、すごく性能がいいので、僕たち使う側、僕が使う側が機材に合わせていくっていう風にしてあげると、すごくコンパクトに収まるので、めちゃくちゃ楽しいんですよね。で、そうすると、いろんなクリエイティブな発想が生まれてくるので、もうやっぱりちょっとね、この FX3 を買ってから悩んでたんですよ。やっぱいいカメラ持っちゃうと、いいものを撮らないといけないっていうね、風になってきて、で、そうすると、なんかちょっとね、こう、ビデオグラファーみたいな感じで憧れちゃうんですよね。で、一回オンラインサロンとかも入ったんですけども、なんか、なんでしょうね。結局もう、そういう、専門的なとこを憧れちゃうと僕はあまり良くなくて、自分のやりたいものが何なのかっていうのをしっかり突き通していくっていうのはね、大事ですよね。僕仕事してますし、別に映像で食っていこうとは思っていないので、自分の楽しい範囲で、楽しい中で、で、いいものを自分の環境の中で作っていくっていうね、それができたらいいかなって思うんですよね。はい。なのでそうすると、例えば僕は今ブレーメン通り商店街っていう商店街の理事をやっていたりとか、青年部っていう若手の集まりの部長をやっていたりとかで、そこでいろいろクリエイティブなことができるんですよね。まあ動画も、今までは動画をいいものを作ろうと思っていたんですけども、じゃなくて、どうやってこうその街を盛り上げていくかっていうことを考えていくと、動画のクオリティではなくて、ここをすごく簡単にして、例えばホームページを自分で作って、そこを見やすくしたりとか、 SNS があるんだけども、ちゃんと運用、要はリンクされてなかったりとか、統一されてなかったりとか、やっぱイメージがね、統一されていなかったりとかっていう風にしてたので、そこのちゃんとリンクをやって、じゃあ本当のこうリアルな商店街のイベントをした時とかに、どうやってここをリンクさせて、つなげて盛り上げていこうかなっていう風な、要は柔軟な頭でこういろいろ回していくっていうのが大事でかなと思ってね。そうすると、1個のことに 100% 詰めすぎちゃうと、全体が回らない、全体が見れなくなっちゃうと、バランスが悪くなっちゃって、で、まずバランスが整わなくてもいいんだけども、いくところグーンって上げた方がいいんだけども、でもそこに意識を向けすぎちゃうといけなくて、技術の向上はしていくんだけども、自分のこう気持ちがね、いいプラスな状態で上げていくっていうね。で、このプラスな状態を作っていくのがいいのかなと思いながら、はい、よくと言いますな。で、ちょっと今日はね、こうなんかこうつい喋り始めちゃうと止まんなくなっちゃう感じですよね。てな感じがね、僕の最近のねカメラライフでございますね。なので、このね、やっぱり今機材ね、カメラも含めて全部優秀なんで、ぶっちゃけ何使ってもいいと思うんですけども、やっぱり自分がいかに楽しく撮影ができるのかっていうのが大事かなと思いまして、今日は動画以上にしたいと思います。はいはい、この動画参考になりましたら、チャンネル登録と高評価よろしくします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。